三村氏は日本の氏族。本姓は源氏。家系は生は源氏の一家系である川内源氏の傍流。海源氏小笠原氏の初流にあたる。鎌倉時代から江戸時代まで一貫して親を通じとした。備中を支配した戦国大名。俗に備中三村氏ともいう。柿品の三村氏の初流。家紋は県辺久へ丸に三つ柏など。 信濃国の三村氏、上記との区別で、信濃ノ村氏とも言う。姓は源氏が笠原氏流。日立国の三村氏。三村氏の歴史は少なくとも、鎌倉時代初期までたどることができるが、もともとは、日立国筑波軍、三村号の開発領主もしくはその縁者と思われ、鎌倉幕府の一語県人に過ぎなかった。アズ鏡では、逆人元年に、将軍、 藤原よりつね上洛に、随兵した三村近死体や、県庁3年1月3日の大番行事で、5の大馬や県庁6年元日の大番行事で、4の大馬を引いた三村父親などをはじめ、親を当支持とする数名の三村氏が、すでに確認できる。ちなみに、県庁3年1月3日の大番行事で1の大馬を引いたのは、足利市、2の大馬は、畠山市。 三の大馬は、佐原氏。四の大馬は、二階堂氏で、県庁六年元日の大馬行事で一の大馬を、引いたのは、北条氏。三の大馬を引いたのは、伊藤氏。五の大馬を引いたのは、北条氏、工藤氏であり、これら有力御家人の中にあって、三村氏も鎌倉幕府内で、一定の地位は認められていたようである。三村氏は御門用でもなく、 北条氏隕石でもなかったがゆえに目立つこともなく、逆に北条氏による有力御家人排斥の圧力にも合わず、名脈を保てたと思われる。伝承によれば、小笠原長継三男の長時が、筑波郡、三村郷に移り、その子、親時の頃より、三村氏を称したという。三村郷には、長時のおじにあたる小田清家がいたとされ、その関係で長時は、 三村号に縁ができたのではないかとも言われる。三村号を苗字発祥の地とする長時の子孫は、上級の乱後に、品の国筑摩群セバ荘の地頭になったとされる。この系類は五調子など分流を派生しつつ、以後小笠原氏家臣、武田氏家臣として、品濃を中心に一定の活躍を見た。その品濃三村氏の一流が、鎌倉時代後期までに備中保し、 他郷の自党となって当地に移住したことにより、備中三村氏の歴史が始まる。いわゆる聖戦後家人である。移住以降長らく、備中三村氏は、星田郷や成和を支配する備中の一豪族に過ぎなかったが、16世紀前半に、三村宗ムネが分流である石ヶ西などと対立しつつも徐々に勢力を伸ばした。息子や親の代には、毛利氏の後ろ盾を得て、備中を、 ほぼ統一し、ビゼニア・ミマ美カにおいても、部分的に勢力化、支配下に収め、戦国大名として名をとどかせる。その後も家地下は、ビゼニア・ミマ美カへの、さらなる勢力拡大を図るが、1566年には、鉄砲に精通した阿波出身の遠藤兄弟を利用した、浮田直家によって暗殺されてしまう。家地の死後、浮田氏との兼ね合いもあって、 少子一部の反乱を許すなど一時三村氏は、衰退するも、勢力を盛り返した。しかし、三村氏不具体点の敵である、宇喜き直家おと毛利氏が、暗黒寺家、小早川高景の中立ちによって、同盟関係を結んだことに橋を発する1575年の備中平乱において、毛利氏に攻めに攻められて、家近の子、元親は自害、 戦国大名としての三村氏は滅亡した。元親に近い血筋の者は、毛利方についた三村近重などの経類を除き、稲葉、阿波、佐抜等各地に落ち延びていった。三村近重の子孫は、ビンゴ福山藩主水野家に士官し、水野家の家老を務めた。水野家が改役された後も子孫は続いてゆき、三村近重の彦にあたる三村近住。 福山藩大寄り愛宣告。水野家開役後に、備中遊崎村に移住。の系統や、三村近重の孫である、三村近吉の系統などがある。近吉の系統の子孫は、現在の福山市川口町周辺に多い。二小学者大学創立者で皇室への出入りのあった、官学者、三島中州をはじめとして、三村氏の子孫を称する家系は、備中地域などに少なくない。 近重の系統は、水野勝成との縁故を性質にめとらせたカラビンを、福山藩家老職を務めた。他に、備前岡山藩に仕官した系統などもある。上田寂地下の維持、三村正夫や、吉地下のうち、前者の系統は、佐抜高松藩主となり、後者の系統は、幕末の備中松山藩主、三島中州家となった。この他にも江戸期において、藩主として、 六をはんでいた三村氏子孫の系統は数変わったようである。備中三村氏、品野三村氏の関係については不詳とする文献もある。特に備中三村氏が初期に本拠地としていた星田郷などが三村荘と呼ばれる荘園内に属したと考えられることから備中三村氏の名字発祥の地を三村荘と否定する説もあった。しかし、両三村氏は共に過問。 通りあざ、親を長きにわたって、共通としており、備中三村氏の根拠地である備中保守、郷周辺には、洗い場に通ずる、洗い場の地名がある。また、品の三村氏子孫においても、苗字発祥の地を、日立国筑馬郡、三村郷と伝え、小笠原氏分流を称する家がある。備中三村氏が、聖戦御家人子孫であると室町期の国人間でも、認知されていた。 これらのことから、両三村氏は、同流、同族と見て間違いないであろう。家地下なども、神社をわざわざ信濃より勘定しており、信濃に深い縁故を感じていた不死がある。なお、備中三村氏が古くから、小笠原氏分流を名乗る一方、現に、小笠原氏の進化にあった、信濃三村氏は、源のより一家子孫などとも称している。源の乗り気よ。鏡縁故。 武田清光、小笠原町清小笠原長爪友の次長大井智光、小笠原長忠小笠原長時、三村近氏寺、親田室、親実る、能実る、近爪、親元、近高、時親、胸近、家近近重親来、小元助元親元藩、 上田実郎や元高尾作。南北朝時代に、新田義貞の叔父、新田利信が出羽に逃れた後の子が、三村寄信という。ただし、北朝に敗れた後ろ身を隠すために、正治敏久を名乗っており、三村氏は一度消滅している。その後彼の次男の家系が、南北朝五一後、源氏一門として、三村氏を名乗った。日立国にも、三村氏がある。 佐竹氏家臣のほか、大城氏の家臣としても見え、佐竹家臣の川、延辺大井之助流通の女が、大城氏家臣、三村源内に嫁いだとする記録がある。三村近氏家は、越前国の生まれ。出羽国の秋田さねに仕えるも、秋田氏が、日立国に入部すると、さすらいして、出羽国秋田藩に天保となった佐竹氏に仕える。警府、三村近氏や、前身、広重、 小衛門工房、ありがとうございます。